今回は三平方の定理の逆について学習をしていきましょう。三平方の定理はその逆も成り立ちます。では、三辺の長さから直角三角形かどうかを確かめてみましょう。まずは一番長い辺の二乗を求めましょう。次に、 その他の辺の2乗を求め、2つの値を足しましょう。最後に、2の値と3の値が同じであれば、直角三角形です。それでは、練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して、練習問題を解きましょう。解き終わったら、再生ボタンを押して、 丸付けをしましまょうそれでは答え合わせをしていきましょう1番は81と74より直角三角形ではありません2番は36と36より直角三角形となります 3番は841と841となるので直角三角形となります4番は20と21となるので直角三角形ではありませんよって答えは2番と3番になります正解できましたか 最後に今回の学習のおさらいです三平方の定理はその逆も成り立ちます三辺の長さから直角三角形かどうかを確かめるにはまず一番長い辺の二乗を求めましょう次にその他の辺の二乗を求め 2つの値を足しましょう最後に2の値と3の値が同じであれば直角三角形ですこれで今回の学習を終わります